クレモンズにグダイティスもショーディフェンス前に来て2人がかりというような雰囲気もあったんですが、これがファウルになってきました。エンドワン、はい、切り替えてね、しっかり、うん、なんとこれも激しい安藤シュートがいっています。ただ前が空いている、キムスはどうするか。テンパックからスリーポイントを狙う、これが入りました。サイスのマッチアップ、そしてベンドラベ、かわしにかかる。いや、第2クォーターの入りからエナジー全開、チェンバース回して、これも決まりました。はい、2本目ですかね。ツヤが組み立てることができるが、またベンドラメを一度経由して、はい、今度はグレンドラメが外に出す。長吉、これは2ポイント決めてきました。シュートで持っていけなかったベンドラメ。ただいいですよ、ホーキンソンと。ここはマッチアップ、どうした。ハンガラウンドから決めてきました。そしてクレモンズ、クレモンズがアタック。ホーキンソン壁になっていたんですが、田中大輝のスリーポイント、これも入りました。しっかり合わせてきますね。みんなが動いているというそのアルバルク東京、はい、田中大輝、これはアタック抜けてきた。田中大輝らしさも出ています。そうですね、はい、時間も使ってくるか。岡本がなんとブロックに行った。モルダネ止めています。はい、止めました。あ、渋谷のファンの前で。ただ東京のこう動きの精度落ちませんね、はい、